a ドック T-5 イサムタカ二千十五年 a ドックフォーラムで展示されたザットマイナス五モデル a ドック t 五は中華民国の観賞航空工業が開発中の高等ジェット練習機である。愛称はブレイブイーグル。高等ジェット練習機プログラムは中華民国空軍が ADOC AT-3 及びノースロップカイイマナス五の高等練習機飛行隊を六十六機の 新造機へ移行することを目指して2000年代初頭に始まった。候補として AT-3 の近代回収版の AT-3MAX、ADOC 回 CEK1 の進化型の Z-5、アレーニア L 末期の M-346 の3案が提示された。2014年 ADOC は台湾で M-346 を組み立てるため、 アあニに会える末期との覚書に署名した。すべての M-346 のエンジンは、ハネウェルとエイドックの合弁会社 AI によって、台湾で組み立てられている。国防部は、韓国の海底マイナス50も評価した。エイドックと国家中山科学研究院が提携して、開発、生産を行い、2026年に、納入開始予定という条件の下 ざっとマイナス5が落札したと2017年に発表された。4つのプロトタイプが作成され、プログラムの総費用は686億台湾ドルになると予測されている。エイドックは台湾固有の台湾青笠作にちなんで新しいジェット機をブルーマグパイと名付けていたが、2018年11月27日、国防部は 練習機の正式名称を選ぶコンテストを開始すると発表した。コンテストは台湾国民の未参加できる都市、漢字2文字の名称と100語以内の説明文を公募した。優勝者2位、3位にはそれぞれ5万、3万、2万台湾ドルが授与される。2019年9月24日、蔡英文総統が最初の試作機ロールアウト式典で新しい航空機を ブレイブイーグルと正式に命名した。2017年に米国はザット AT-5 用に132基分のハネウェルイテック海124エンジンの部品輸出を承認した。2018年エイドックは最初の試作機が2019年9月に公開され、2020年6月に飛行試験が開始されることを発表した。2019年 台湾の国防部が初飛行は2020年6月で、小規模生産は2021年11月に開始し、本格生産は2023年3月に開始予定と国会で発言した。2020年6月10日初飛行、台中生線、岡基地周辺空域を飛行した。設計は、a ドック海始 EK1 を元にして、同系列のハネウェル、 イテック海124エンジンを共有するが、複合材料のボディなど80%の新たな部品が含まれる。海 CK1 と比べると高度なアビオニクスの追加、燃料容量の増加があり、少し大きくなる予定。燃料貯蔵量の増加とともに低速と低高度での安定性を高めるため、翼型は少し変更されて、海 CK1 よりも翼が厚くなる。 ラムエアスクープは、イートンコーポレーションと協力して、再設計され、22個の部品を、レーザー粉末床用油結合法で加工された2つのアルミニウム部品で置き換えた。AT-3 回 c k 1と同様、メインホイール、カーボンブレーキ、ブレーキ制御システムをメギットが供給予定。射出座席システムは、マーチンベイカーエアクラフトが提供予定。 構成部品の55%以上が台湾で作られる。この練習機は、平時の訓練と戦時の戦闘、二つの役割を果たす、要塞所から設計されたと報告されている。国家中山科学研究院は、ADOC-T-5 用のアイサレーダーを開発しているが、台湾企業、トロンフューチャーテックも、チッカガリウムベースのアイサをこのプログラムに入札した。2019年に、 キラステクノロジーがプラットフォーム用のレーダーと通信アンテナを供給予定と発表された。2019年9月、4つの試作機のうち最初の A1 が中華民国の蔡英文総統により発表された。2019年、ノースロップ海 -5E、e、海タイガー2飛行隊の代替用として、軽戦闘機 AT-5 派生型が計画されていると報道された。 ありがとうございます。